生見愛流が主演、宮世流渉らが出演するドラマ、くるりーだれが私と恋をした。チルダ、毎週火曜夜10時から10時57分まで、TBSK の公式インスタグラムが4月23日に更新。2話に登場したシーンでの宮世のオフショットが公開され反響を呼んでいる。写真、宮世流渉る&瀬戸康史、イケメン2ショットにファン歓喜、記憶を失ったヒロインが本当の自分らしさを探す、くるりーだれが私と恋をした。チルダ、ぬくみが GP 対連続ドラマ単独初主演する同ドラマは、記憶を失ったヒロイン、大型誠が、不安と同時に、自分らしさ、から解放され、私歴1年、の赤ちゃんとして、本当の自分らしさ、を探していく物語。カバンの中に入っていた男性用の指輪を記憶の手がかりとし、元彼、唯一の男友達、運命の相手と名乗り出た男性3人と、謎だらけの恋が動き出す。ぬくみが主人公の尾形誠を、瀬戸康史が、元彼、と語る西光太郎を、神尾楓玉が自らを、唯一の男友達、と語る誠の同僚、朝日唯星を、宮代が自らを、運命の相手、と語る板垣律を、丸山礼はぬくみ演じる尾形誠のお隣さん、平野香織江を演じる。高野光、小日向ゆか、村方治、圭、肥後克広、友坂理恵、片平なぎさらも出演し、ダイスの、アイワンダー、が主題歌となっている。宮代の花束を抱えたオフショットにファン悶絶この日公式インスタグラムは、来る恋オフショット、まあことさん、このシーンにキュンとした方も多いのでは？今夜放送の第3話は恋心ダダ漏れの胸キュン必須回、とコメントし写真を投稿。2話に登場したシーンのオフショットで、バラの花束を抱えた宮代がカメラ目線でにっこりと笑っているオフショットが公開された。この投稿にファンからは、嬉しそうな顔すぎてこっちまで幸せになれたよ、その花もらいたい、ここのシーン激カワでした、ちょうだい。リツくん全部キュンとする、指からこんな花束もらいたい、かわいすぎる。お花が似合う、など宮代のオフショットをたっ飛ぶ声が多く寄せられ反響を呼んだ。